今日も晴れ。台風19号近づいていますが、ラグビーの中止が決まりました。日本はどうなるか分かりません。またカンカン式の行方などどうなることやら、今回の台風結構大きい台風で、関東周辺では被害が出るかもしれません。無理して外出しないようにしましょう。最近思ったんですが、日本の空は今やスクランブル、年間1000件以上発生しています。それだけ中国、ロシアなど周辺国など日本に侵入してきています。しかし空だけではなく海底も目を向けていかなければいけません。はたまた海、海上でも北朝鮮の小型無電などの上陸が行われています。まあ昔ほどではないにしても、やはりそこは気をつけなければならないでしょう。今一番考えるべきは、日本へどうやって侵入を防ぐか、侵入させない、防衛力を上げるしかありません。北朝鮮のミサイル問題などあり、今ではその脅威はますます広がっています。ロシアも北方領土に軍を展開しています。カムチャッカの辺りではやはり潜水艦が至るところでうろうろしている状況です。日本の領土は今現在広範囲、そのほとんどが海ともなります。海上、海底、空、今後一層の防衛力強化が必要になってくるでしょう。中国の空母建造が今猛ラッシュで行われています。中国の空母まだ実際に
そこまで完成しているとは言えません。しかし一機完成してくると次々できるのは必然であります。その必然をなくすために今まさに台湾を台湾とともに中国問題を考えるべきでしょう。香港の集会、香港が未だまだ収まっていない現在、台湾では今後一層大きな台湾にはぜひとも独自国家を築いてほしいと考えています。今後自分たちの生活もうすぐ戦後100年近づこうかというところです。そんな折やはり失われてくるのは昔の記憶です。人はまた繰り返すではないですが、やはり大事になってくるのではないでしょうか。昔も地球にはこんな文明があったとされて、噂ですけどね。で、完全に消滅し、また一から文化が広がる、文明が切り開かれる、それを繰り返しているという人もいます。地球は本当にきれいな国で、今現在地球上だけでなく、やはり宇宙のことを考えて防衛はもうすでに始まっています。それと見えない空間、サイバー、このサイバー空間が今現在一番厄介となりつつあります。日本でも凄腕のサイバー集団を防衛省に作ることになっています。もっともっと人を増やしていくことが大事でしょう。
番の今年のカンカン式はやはりみんな楽しみにしています。開催されるといいのですが、なかなか難しいかもしれませんね。どうなることやら。